どうもー、みつでございます。今回は登録販売者試験第4章丸11、医薬品の販売業許可括弧1、解説過去問っていうことについて話していきます。で、僕のチャンネルなんですけども、まあこういうふうにね、登録販売者の合格法を話したりとかですね、検証に当選しましたとか、いろんなことは話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あとこのチャンネルはですね、結構ね、試験に役立つなとか、なんか和むなとか、そういうふうにね、言ってもらえるようなチャンネルを目指してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけども、まあ僕もですね、いろいろちょっとね、バタバタ忙しくはしてるんですけども、まあなんとかね、頑張って、作っていきますので、まずね、直近の、四国のね、令和2年の、四国の方もですね、頑張っていただければというふうに思います。じゃあね、早速、話していくんですけども、許可の種類と、許可行為の範囲ですね。まあ法律においてですね、薬局開設者、または、医薬品のね、販売業の、許可を受けたものでなければ、業として、仕事としてですね、医薬品を販売したり、授与したり、またはね、販売もしくは、授与の目的で、貯蔵し、もしくは、陳列、まあ、配置することを含む、こういうことをね、してはダメだよというふうに、規定されています。ですね。ただしですね、まあね、ここの部分は、ちょっとね、わかりにくく、こう、ごちゃごちゃ書いてあるんですけども、こんな感じでね。まあ、いずれにしてもですね、ここね。まあ、ここの二重線のところをね、理解しておけばいいと思うんですけども、製薬企業が、そのね、製造した医薬品っていうのを、一般の生活者以外、まあ、僕ら以外ですね、一般の生活者以外の、薬局開設者とかですね、販売業者、または、他のね、製薬企業へ、販売等を行う場合にあってはですね、改めて、販売業の許可を受ける必要はないと。まあね、まあなんていうのかな、この、まあ専門家同士のね、取引みたいな、まあそういうようなイメージでね、ちょっとね、まあ、こういう内容が、まあ、上のところもね、いろいろ書いてはあるんですけども、まあ、ちょっとね、ここのところをちょっと、押さえておいてください。でですね、まあ、これはね、違反行為に関しては今のところ試験に出てないので、どんどんね、出るようになったら、まあ、覚えるということでね、いいかと思います。でですね、医薬品を、仕事としてですね、業として、販売授与、または、販売もしくは授与の目的での、貯蔵、もしくはね、陳列を行うには、まあ、こういうことね、まあ、いわゆる販売等ですね、ぐるっとまとめて、こういうことをね、行うには、薬局の開設または、医薬品の、販売業の許可を、受ける必要がありますということですね。まあ、こういうね、まあ、医薬品に対して、このね、販売などをしようとしたら、薬局のね、開設、または、医薬品のね、販売業の許可を受けなきゃダメだよということですね。このね、許可についてはですね、店舗販売業の許可、まあ、いわゆるドラッグストアとかですね、あとは、配置販売業の許可、まあ、これはね、越中富山の薬売りみたいなやつですね。あとは、卸売販売業の許可の、3種類に、分かれていると。まあ、ここね、試験に結構出たりしてるので、3種類だというところをね、ちょっとチェックしておいてください。このうちですね、一般の生活者に対して、医薬品をね、販売することができる、ものっていうのはね、店舗販売業。まあ、いわゆるね、ドラッグストアとかを、イメージしてもらえばいいと思うんですけども、まあ、あとはね、配置販売業ですね。富士薬品さんとかね、
またなんか CM やりだしましたよね。まあこういうね、許可を受けたもので、まあこのね、卸売販売業、まあ卸はね、ちょっとなんていうかな、一般にはね、こう卸さないっていう業者に卸すみたいなね、イメージがあると思うんで、ここをね、ちょっと押さえておいてください。で、一応米印でですね、卸売販売業は、医薬品をですね、薬局とか、他のね、医薬品の販売業、製薬企業とかね、こういうものに対して、販売する業態なのでね、一般の生活者に対して、直接ね、医薬品の販売等を行うことは、認められていないよと。まあ、卸はね、まあ、その業者に卸すっていうイメージがあると思うんで、ここでね、ちょっと押さえておいてください。なおですね、ここもね、よく試験に出てるんですけども、薬局におけるね、医薬品の販売行為っていうのはですね、この薬局の仕事に付随してね、行われる行為なので、改めてね、医薬品の販売業の許可っていうのはね、必要としないよと。薬局はね、ここに関しては必要としないよと。まあ、これもね、試験でよく出てますんで、チェックしておいてください。あとですね、これらの許可ですね、薬局の開設とか、医薬品の販売業の許可ね、これはですね、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間のね、経過によって効力を失うと。まあ、このね、6年ごとっていうのもね、3年とか4年とかでね、よく試験で出てますので、まあなんかね、お薬だから、まあ薬剤師さんになるのにね、6年間学校に通わなきゃいけないので、まあね、そことちょっとね、薬っていう部分と、ちょっとね、リンクさせておいてください。あとはですね、これね、またが多いんですよね。薬局開設者または、店舗販売業者は、店舗による販売または、授与以外の方法により、まあこれですね、店舗ね。あと、配置販売業者は、まあ配置ってね、入ってますから、配置以外の方法によりですね、こういうね、まあこういう、まあ、お薬に関するね、まあ販売等の行為ですね、これはしてはダメだよというふうになっていると。で、まあこれもね、違反に関してはまだ出てないので、これは飛ばしてね、いいかと思います。でね、これはなんでかっていうとですね、その、これですね。このね、まあ、薬局とか、店舗販売業っていうのは店舗。で、配置販売業っていうのはね、配置。なんでね、こういうふうな、方法によりね、販売しなきゃいけないかっていうとですね、まあ、お薬っていうのは、まあ、この辺もね、ちょっと穴埋めで出る可能性がゼロじゃないとは思うんですけども、人のね、生命や健康に、直接または、間接的に影響を与える、生命関連製品であるため、安全性の見地からですね、露店販売とかね、まあなんかね、お祭りのなんとかとかね、まああとはその道でこうね、なんかちょっと出してこう売ってるみたいなね、あとは、現金行商等のような、まあなんかイベントとかに出店してるようなあれですかね。あとで、このね、医薬品を買った人のね、安全性を確保したり、またですね、販売側の責任や所在をね、追求することが難しくなっちゃうんで、禁止しているというね、ことがあります。薬局、店舗販売業及び、卸売販売業では、特定のね、購入者の求めに応じて、医薬品のね、包装を、開封してですね、分割販売。まあね、量り売りとか、まあ、冷媒っていうんですかね。まあ、こういうね、こういうことを、することができると。分割販売はね、できるんだけれども、まあ、ここもね、よく試験に出てるんですけども、ただね、分割販売する場合っていうのはですね、このね、容器等への記載事項、あとは添付文書等への記載事項についてですね、
分割販売する薬局開設者、または医薬品の販売業者の責任において、それぞれ表示または記載ねされなければならないということでね。でですね、で何をね書かなきゃいけないかというとですね、このね分割、ごめんなさい、分割販売される医薬品のね記載事項っていうのは、これをね行う者の氏名とかね、または名称、あとはですね分割販売を行う薬局、店舗または営業所の名称および所在地も含まれるということなんでね。まあ、分割販売される医薬品にはね、こういうものを書かなきゃいけないということでね、チェックしておいてください。ただし、医薬品をね、あらかじめ小分けし、販売する行為っていうのは、無許可製造とかね、無許可製造販売に該当するため、認められないと。まあ、ここね、試験によく出てるので、あらかじめね、小分けにして販売は、ダメだよということをね、チェックしておいてください。でね、これからちょっと薬局について見ていくんですけども、薬局はですね、薬剤師さんがね、販売とかね、需要の目的で、調剤ね、まあ、お薬をこう、まあ、調合をね、まあ、組み合わせたりとか、まあ、そういうことですね。の業務をね、行う場所。あとは、そのね、解説者が、医薬品のね、販売業を、合わせてね、行う場合には、その販売業にね、必要な場所を含むと。だからですね、まあ、ウェルシアさんとかね、そういう店舗が多いんですかね、おそらくね。まあ、そのお薬も売ってるし、まあ、処方箋を持っていくとね、まあ、調剤業務やなんかも、やってますよね。まあ、全部の店舗じゃないかもしれないんですけども、まあね、こういうふうに、薬局っていうのはね、定義されていますと。でですね、薬局では、医薬品のね、調剤と合わせて、店舗でね、医薬品の販売を、行うことがね、認められていますと。まあ、売ってますよね、行くとね。でですね、まあ、ここもね、試験に出たりしてるんですけども、調剤を実施する薬局っていうのは、医療提供施設としてもね、位置づけられているっていうことで、まあ、穴埋めではね、ちょっと出てないようなんですけども、一応ね、この医療提供施設、薬局と、まあ、調剤を実施する薬局ということでね、押さえておいてください。丸×とかでは出てますね。でですね、まあ、ここがちょっと注意なんですけども、薬局はね、その所在地の、都道府県知事、まあ、あとはですね、ちょっとややこしいんですけどもね、まあ、こういうね、その所在地が、保健所をね、設置する市、または、特別区のね、区域にある場合においては、市長または区長、まあそういうね、まあちょっと大きめのっていうニュアンスなんだと思うんですけども、まあこういうね、基本的にまあ、メインでちょっと覚えるのは知事だと思うんですけども、まああと括弧書きでね、市長とか区長とかって、まあこの辺も覚えた方がいいとは思うんですけども、まあこういうね、知事の許可を受けなければ、薬局っていうのはね、開設しちゃダメだよと。でですね、ちょっと久しぶりにね、覚え方なんですけども、まあ、あんまりね、ちょっといい覚え方じゃないかもしれないですけども、まあ、これね、薬局の局なんで、局アナがね、血を出したと。字じゃないかなと。で、薬。ということでね、薬局がね、ごめんなさい、局アナが、知事のね、血で血を出したと。字なんで、まあ、字じゃないかなと。あ、じゃあね、薬を、こう、使おうみたいなね。まあ、あんまりちょっとね、覚え方の何ていうのかな、内容としては良くないかもしれないんですけども、まあ一応ね、薬局と知事と一応ね、4つ絡めてますんで、よかったらね、ちょっと頭の片隅に入れておいてください。まあこういうふうにね、薬局っていうのは、知事とかね、まあこういう条件においては、市長とか区長の許可を受けなければね、開設してはならないというふうにね、定義されていて、でですね、知事はですね、まあ、この1から3があるんですけども、このね、
調剤や医薬品のね、販売等を行うために必要な構造設備規則をね、備えていない時とかですね、医薬品の調剤及び販売または授与の業務を行う体制ですね、これがですね、整っていない時ですね、これに関しては、あともう一個ですね、あとは申請者がね、薬事に関する法令等に違反し、一定期間をね、経過していないとき、以上ね、1から3に対しては、許可をね、与えないことができるということなんで、ここもね、ちょっと押さえておいてください。あとですね、薬局では、医療用医薬品のほか、処方箋をね、持ってきてね、こうお渡しするね、医療用医薬品のほか、ドラッグストアでね、売ってたりする要指導医薬品及び、一般用医薬品を、取り扱うことができると、まあ、薬局でもね、売ってたりしますよね。僕もね、見たことありますけども。でですね、まあ、この一般用医薬品のうちですね、2類、3類に分類されたもののね、販売等に関しては、もうね、ご存知だと思いますけど、登録販売者もね、情報提供とか、相談対応っていうのをね、行うことができるということですね。なお、医薬品を取り扱う場所でもですね、薬局としての開設の許可を受けていないものについてはですね、このね、病院または診療所のね、調剤所を除き、まあ、病院とかね、診療所の調剤所はいいんだけども、薬局の名称をつけてはね、ならないこととされているということなのでね、まあね、薬局としての開設許可をね、受けていないと、何々薬局とかね、そういうのは名前にね、つけちゃダメだよということですね。これはね、罰金に関してはね、今のところ出てないんで、ここはちょっと飛ばしておきますね。薬局においてはですね、調剤された薬剤や医薬品がですね、保健衛生上、まあ、異論なく、まあ、漏れなくっていうことでしょうね、販売等されるよう、業務をね、適切に運営するための仕組みがあるよと。でですね、まず、薬局のね、開設の許可を受けた事業者、まあ、いわゆるね、薬局開設者は、自らがね、薬剤師であるときはですね、その薬局を実地に、まあ、実際に現場でっていうことですね、管理しなければならず、自らね、管理しないっていう場合は、薬局でですね、そのね、お薬に関する実務にね、従事している薬剤師さんの中から、管理者をね、一人指定して、まあ一人というかね、指定して、実地にね、管理させなければならないよということですね。またですね、薬局開設者が薬剤師じゃないときは、まあいわゆるね、登録販売者が薬局開設者だと。まあね、試験対策上は、薬剤師じゃなきゃダメだとかね、そういうことではないと。ここもね、ちょっと覚えておいてほしいんですけども、時はですね、その薬局で、薬事に関するね、実務に従事する薬剤師さんのうちからですね、管理者をね、指定して、実地にね、管理させなければならないこととされているよということですね。で、まあ、このね、管理者っていうのはまあ当たり前なんですけども、保健衛生上ね、支障を生じる恐れがないよう、その薬局にね、勤務する他のね、従業員を監督するなど、薬局の業務につきですね、必要な注意をしなければならず、このね、管理者っていうのは、薬局開設者、まあ、例えばね、登録販売者としたらですね、に対して、必要なね、意見を
述べなければならないっていうふうにね、まあ義務ですね、ならないということなんで、ということですね。で、一方ですね、そのね、意見を聞いた、薬局解説者、まあ例えばね、登録販売者だったとしたらですね、そのね、管理者、要するに薬剤師さんですね、薬剤師さんの管理者の意見を、尊重しなければならないと。まあ以上の他ですね、薬局解説者には、薬局医薬品の販売等に関する、規制、並びに、調剤された薬剤の、販売等に関する、規制が課せられているよということでね、まあそうなんだなぐらいでここは、いいかと思います。まああとですね、ここからね、薬剤師不在時間等っていうことにね、見ていくんですけども、このね、空いてる時間のうちですね、当該薬局で、調剤にね、従事する薬剤師さんっていうのが、このね、薬局以外の場所にいてですね、そのね、まあ、仕事を行う場合、やむを得ずですね、かつ一時的に、当該薬局において、薬剤師が不在となる時間っていうのをですね、薬剤師不在時間と、言います。ということでね、やむを得ず、かつ一時的ということがね、ちょっとポイントですと。で、どういうのを言うかっていうとですね、緊急時の、在宅対応。まあだからね、その、在宅というかね、その患者さんのところ、お客さんのところにね、訪問するこの契約をしてるね、薬局やなんかもありますから、まあそういう対応とかですね、まあ急遽決まった、退院時カンファレンスへの参加、まあ病院薬剤師さんとかでしょうね、こういうね、まあカンファレンスってなんか、お医者さんとかね、看護師さんとかそういう薬剤師さんとか、集まってこうなんか、こうなんていうのかな、ディスカッションというかね、議論するようなあれですね。まあこういうためですね、一時的に、当該薬局において、薬剤師が不在となる時間が該当するもので、学校薬剤師の業務や、あらかじめ予定されている、定期的な業務によって、恒常的に、薬剤師さんが不在となる時間というのは、認められず、従来通りですね、当該薬局における、薬剤、薬剤応受体制ですね、まあ、いずれにしても対応できる体制を、確保できる必要があると。でですね、このね、薬局解説者っていうのは、まあ、このね、薬剤師さんがいない時間ですね、これは、お薬をね、調剤する部屋っていうのを、閉鎖するとともに、調剤に従事する、薬剤師が不在のため、調剤にね応じることができない旨など、まあ、これですね。まあ、僕とかだとね、ウェルシアとかだと、薬剤師さんがね、いないと、その調剤室っていうのはね、暗くなってるんで、まあ、おそらくね、鍵がかかってると思うんですよ。ちょっとね、これ、いないっていう掲示があったかどうか、ちょっと僕ね、はっきりとちょっと記憶にはないんですけども、まあ、暗くなってるんで、鍵がかかってるような状態なんだと思うんですね。で、薬剤師不在時間にかかる、掲示事項を、まあ、そのね、見えるようにする、見えるようにこうね、わかりやすく、掲示する事項を、当該薬局内の、見やすい場所、および、当該薬局の、外側の見やすい場所に、掲示しなきゃダメだよと、ちゃんとね、わかるようにしてくださいと。またですね、このね、体制省令において、まあ、省令においてですね、まあ、法律においてっていうね、ニュアンスでいいと思うんですけども、薬剤師不在時間内はですね、薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に、当該薬局において、勤務している、まあ、薬剤師さん以外とかね、まあその、まあ、いわゆる従事者とね、連絡ができる体制っていうのを、備えていることなどですね、薬剤師不在時間内における薬局の業務を行う体制の基準が規定されていますと。まあ、薬剤師さんがいないんだけどね、連絡が取れるというね、こういう基準が決まってるよということですね。なおですね、薬剤師さんがね、このいない時間でも、登録販売者がね、
販売できる医薬品っていうのは、2類と3類ですよね。これでですね、薬局開設者っていうのは、まあ、例えばね、登録販売者でもいいんですけども、薬局開設者っていうのはですね、調剤室をね、しっかりと閉鎖することに加えてですね、まあ、結局ね、要指導医薬品とか、第一類医薬品っていうのは、薬剤師さんじゃなきゃね、販売できないので、まあ、こういうね、陳列区画、まあ、これも閉鎖しなければならないということですね。ただし、鍵をかけたね、陳列設備に、要指導医薬品または、第一類医薬品を陳列する場合っていうのはね、この限りではないということなんで、まあ、もともとね、鍵をかけたところにこう並べていた場合っていうのはね、しなくていいよということですね。終わりですね。それじゃあね、過去問をやっていきます。お疲れ様でした。はい、じゃあ過去問をやっていきます。で、これはですね、令和2年のね、宮城県の問題なんですけども、まあ、そんなに難しくないんでね、どんどん見ていきますけども、医薬品、販売業の許可は、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業の、3種類。ということでね、もうこれはさすがにわかりますよね。これは丸ということでね、大丈夫ですよね。医薬品販売業のうち、一般の生活者に対して、医薬品を販売することができるのは、店舗販売業及び、卸売販売業の、許可を受けた、ものだけである。ということなんですけども、これはどうですかね。これはあれでしたよね。卸っていうのはね、その専門店にね、卸すみたいで、一般にはね、こう、なんていうのかな。行かないというようなね、基本的にそういう認識を持っていると思うんで、これはですね、配置販売業と、店舗販売業がね、一般の生活者に対して売れると。まあ、配置販売業っていうのは、まあ、富士薬品さんとかということですね。薬局において、医薬品を販売するためには、店舗販売業の許可を受ける必要があると。これももうわかりますよね。これは改めていらないということでね、説明してましたよね。で、医薬品販売業者は、医薬品をあらかじめ小分けし、販売することができると。小分けにすることはできるんだけども、あらかじめね、小分けにしてはダメだよ、ということでね、説明してましたので、これはね、罰ということですね。だからですね、最初だけ丸で、あと残りがね、罰ということで、一番が正しいということですね。まあ、そんなにね、今年の問題でも難しくはないということをね、押さえておいてください。はい、じゃあ続けてやっていきます。これはですね、令和元年のね、また宮城県の問題なんですけども、正しい組み合わせドレダー問題ですね。薬局開設者が、登録販売者であるときは、自ら当該薬局の、管理者になることができるということなんですけども、これはわかりますかね。これは、薬局開設者にね、登録販売者はなれるんですけども、管理者はね、薬剤師さんじゃダメだと、じゃなきゃダメだということだったんで、×ということですね。薬局で、2類、3類を、販売する場合、登録販売者が、購入者への、情報提供や、相談対応を行うことができるということなんですけども、これは丸ですよね。2類、3類 OK ということですね。調剤を実施する薬局は、医療法における医療提供施設として位置づけられていないということなんですけども、これはね、×ですよね。医療情報をね、提供施設として位置づけられていましたよね、ということでね。医薬品を取り扱う場所であって、薬局としてのね、開設許可を受けていないものについては、病院または診療所を除き、薬局の名称を付してはならないということなんですけども、これはどうですかね。まあ、どうですかねというかね、もう、丸が残り1個しかないんで、これはね、丸ということなんですけども、まあ、だからですね、3番がね、
正解ということで、薬局のね、開設の許可を受けていないとですね、病院診療所以外は、このね、薬局っていう名前を付けちゃダメだということですね。3番ということですね。はい。じゃあもう一問やっていきます。これもですね、令和元年度のね、宮城県の問題なんですけども、まあね、これも正しい組み合わせ問題ですね。A が、薬局のね、空いてる時間のうち、当該薬局において、調剤に従事する薬剤師が、学校薬剤師の業務や、あらかじめ予定されている、定期的な業務を行うため、恒常的に、薬剤師が不在となって時間を、薬剤師不在時間という、ということなんですけども、これはわかりますかね？これはダメだということでね、書いてあったものですよね。だから×と。薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖しなければならないということなんですけども、これはもうわかりますよね。これは丸ということでしたね。薬局開設者は、調剤に従事する薬剤師が不在のため、調剤がね、できない旨など、薬剤師不在時間にかかる掲示事項については、当該薬局の見やすい場所にのみ掲示すればよい。ということなんですけども、ですね、これはですね、ちょっと待ってくださいね。ここですね。ちょっと戻りますね。見やすい場所及び、当該薬局の、外側の、見やすい場所にね、掲示しなければならないというふうに書いてあるので、薬局内のね、見やすい、場所だけじゃなくて、外側のね、見やすい場所にも掲示しなければならないと書いてるので、これは×ということですね。で、D が、まあこれはね、もう正解ってなっちゃうんですけども、薬剤師不在時間内は、法律の規定による薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に、当該薬局において勤務している従業者と連絡がね、取れなきゃダメだよ、ということでね。これは説明していたので、B とね、D が正しいということで、正解はね、3番ということですね。はい、じゃあもう一問いきます。これはですね、令和2年度のね、関西広域の問題なんですけども、まあ問題は簡単なんですけども、今年の問題っていうことでね、見ていきます。あらかじめ、予定されている、定期的な在宅対応により、薬剤師が不在となる時間は、薬剤師不在時間として認められているっていうことなんですけども、このね、あらかじめね、予定されているものっていうのは、ダメでしたよね。で、どういうものがね、OK だったかっていうと、まあこれですね。やむを得ずね、かつ一時的にということでね。まあで、例としては、まあこういう内容ですね。だから、あらかじめね、予定されているものっていうのは、×だったよね、ということでね。これは×と。恒常的に、薬剤師が不在となる時間であっても、学校薬剤師の業務に、従事する時間であれば、薬剤師不在時間として、認められるということだったんですけども、まあこれもね、もう×というのはね、分かっていると思うんですけども、まあこれですね。まあこういうね、学校薬剤師の業務とか、あらかじめね、予定、こういうのはね、ダメだよということなんで、これもね、×ということで。まあ読んでればね、わかる部分ではあるんですけども、まあどうしてもね、試験範囲全体が多いので、ちょっとね、抜ける可能性があるということですね。薬剤師不在時間内であっても、調剤室を閉鎖する必要はなく、まあここでもう×ですよね。これはもう×ですね。まあ登録販売者がね、二類三類 OK っていうのはいいんですけども、ここで、これですね。で、薬剤師不在時間内は、薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に、当該薬局において、勤務している従事者と、連絡ができるね、体制を備えている必要があるということなんですけども、これは、丸ということですね。だから、バツバツバツ、丸ということでね、4番が正しいと。
いうことですね。まあ、今年の問題もね、そんなに難しくはないということですね。はい。じゃあもう一問いきます。これはですね、平成30年度福岡、九州の問題なんですけどもね。まあ、これはそんなに難しくないんで、どんどんね、いきますけども。まあ、このね、許可に関しては、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業ということで、これはね、OK でしたよね、と。で、卸売販売業の許可を受けたものは、業としてね、一般の生活者に対して、直接医薬品ね、販売できるって書いてますけども、これに関してはね、店舗販売業と、配置販売業ね、富士薬品さんとかね、っていうことだったんで、卸はね、ダメと。医薬品の販売業の許可は、6年ごと、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失うということだったんですけども。まあね、薬局開設についても同じでしたよね。これはね、丸ということですね。まあここがね、6年じゃなくて5年だったりね、4年だったりっていう問題がね、出たりしてるんで、ちょっとね、気をつけておいてください。薬局開設者が、配置によるね、販売等を、しようとするときは、別途、配置販売業の許可を受ける必要はないということだったんですけども、これはどうですかね。まあ、どうですかねというかね、これは、罰なんですけども、このね、薬局開設者が、許可を受けなくてもね、できるっていうのは、医薬品のね、販売業についてでしたよね、ということでね、答えは、2番なんですけども、まあ、ちょっとね、内容で見ていくとですね、ここですね、薬局ではね、店舗により、認められているということですね。はい、じゃあね、あと2問だけね、ちょっと問題こなした方がいいと思うんで、ちょっともうちょいやってきますね。これはね、平成30年度大阪なんですけども、正しい組み合わせ問題ですね。薬局では、医薬品の調剤と合わせて、医薬品の販売を行うことができると。これはもうわかりますよね。丸ですね。薬局開設者が、薬剤師でないときは、例えばね、登録販売者だったとして、ときは、その薬局で、薬事に関する実務に従事する、薬剤師のうちから、管理者を指定して、実地に管理させなければならない、ということなんですけども、これもわかりますよね。丸でしたね、と。薬局では、すべての一般用医薬品の販売等に関して、薬剤師の他に、登録販売者が、購入者等への情報提供や相談対応できるということなんですけども、これはね、罰ですよね。すべてじゃなくて、2類3類ということなんでね、丸々罰ということでね、まあ、そんなに難しくないんですけども、これは2番が正しいということですね。はい。じゃあラストやっていきます。これはですね、平成29年度愛知。北陸東海の問題なんですけども、まあ、そんなに難しくないんで、ちょっとね、ポイントがあるんで、見ていくんですけども、薬局開設者は、薬剤師じゃなきゃダメっていうことなんですけども、まあ、これはね、もう何回もやってますけども、登録販売者 OK と。まあ、管理者はね、薬剤師を置かなきゃダメっていうことなんですけども、医療法において、調剤を実施する薬局は、医療提供施設として、位置づけられていると。まあ、これもね、何回かやりましたね。まあ、あるですね。薬局では、医療用医薬品の他に、用紙の医薬品及び、一般用医薬品取扱い OK ということなんですけども、これはね、薬剤師さんがいるから、できるということですね。薬局は、その所在地の都道府県知事、まあこういうね、その所在地が保健所を設置するし、または特別区の区域にある場合においてはね、市長または区長なんですけども、まあいわゆるね、知事の許可がなければ、薬局はね、開設してはならないということなんですけども、これはどうですかね。これはあれでしたよね。あんまりいい覚え方じゃないんだけども、局アナがね、血を出したと。で、地だと。だから、薬がいるということでね、薬局と、知事ね、これをかけて、許可がなきゃね、開設しちゃダメだということなんで、これは丸ということですね。最初だけ×でですね、残りが丸ということでね、5番が正しいということですね。今回はね、こんな感じになりますので、なかなかね、ちょっと忙しいんですけども、なんとかね、頑張ってやっておりますので、
ぜひね、頑張ってやっていきましょう。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ、頑張ってください。